まずやってきたのは国道10号沿い別府市北浜ホテルニューツルタのすぐ横にある喫茶ピリカです。こんにちは。店内広いですね。すっごくお店おしゃれですね。ありがとうございます。白が基調となっていて開放感もありますし、真ん中の方にもいろんな商品だったり並んでますけど、はい、生活の中に取り入れて、いただけるような食材とか生活雑貨、本なども取り揃えております。そして今日のキーワード広いんですけど、まさしく空間として広い、そして長くずっといたくなるような、そんな雰囲気ですね。ありがとうございます。メニュー表を見て静川アナ、こういったメニューの時に一番上にあるのってよくコーヒーとかパスタとかのセットが思いつくんですけど、土鍋炊き、おむすびセット。大分っていうのはすごく農産物、ね、海産物、畜産物、何でもその土地のものが美味しいっていうのが僕が常々言ってることで、それをシンプルに味わっていただくにはやっぱりおむすびと味噌汁っていう、はい、そのセットがいいなと思って。こちらがおむすびセットです。一つ一つ、顔を知ってる生産者の方から直接分けていただいた農産物使ってます、はい、素材本来の味を感じてもらいたく、シンプルに塩おむすびと梅おむすびです。いただきます。毎日土鍋で炊いてますので、米の本当に甘みとか旨みがよく出てると思います。お米が一粒一粒しっかり主張してくる感じで、やっぱ噛めば噛むほど甘さがじわって出てくる感じですし、そうですね、はい、お米と塩の組み合わせとかも一応気をつけてやってるので、塩加減、少なすぎず多すぎず、少なすぎるとまたね塩がお米の味を引き立ててくれるところがあるんで、はい。デザートもあります。河野さん、こちらは何でしょうか。はい、これは米粉のパウンドケーキで、中に、栗の渋皮煮と、キツキのほうじ茶が入っております。一応このケーキは全部植物性で、ベジタリアン、ビーガンの方でも食べれるし、特にそういうの気にしない方も美味しく食べれるというのが一応グリです。すっごく恥ずかしい質問していいですか。はい。これマヨネーズじゃないですよね。あ、いや、見た目マヨネーズかなってずっと思ったんですよ。これ生クリームじゃないですよね。生クリーム使う時もあるんですけど、豆乳のクリームは結構ケーキに合うので、豆乳のカスタードクリームを添えてます。マヨネーズじゃなかった。いただきます。あ、優しい。まずごまの香りがふわってきますね。ごまの香りが結構表面に香ばしく、はい、ですっごくふんわりしてるんですけど、表面は結構パリッと感もあって、そこに豆乳のクリームがすっごくしっとりしてるから、このパウンドケーキの中でいろんな食感の変化がありますね。そしてそこにコーヒーも合いますよね。はあ、最初はすごく香りがいいんですけど、後味がシュッとまとまって消えていくような感じで、キレがいいような印象を受けましたね。あんまり苦味がない感じです。どの商品もなんか川野さんの人柄もそうですし、優しさを感じるものが多いですね。もう年末年始ですが、お店はどうですか。お店は29日まで営業いたしまして、で年明けは3日から営業します。毎週水曜日は定休日ということなんですが、今日放送日は特別にオープンということです。すごくおしゃれな店内です。こだわった素材の料理、ぜひ皆さんも味わってみてください。